よーいスタート。やっぱ丁寧にいかないと外れちゃうんで、
とかと。こういうことです。そうやって巻き込むんですよ。体でクイッと回して巻き込む。痛いぞ。いいね。な、今掴んだろ。それ。巻き込んだらもうあとは。もらってんの。そうどんどん横巻きになっちゃう。
と3分あるよ。いけるよ。自分でも分かるでしょ。スライス取ったり、そうですね、スライス取ったりが遅いっすよ。最高にいいね。あの巻き込みをしないとダメです。あの巻き込みできないの。おほ、いた、これ15でしょ。ちょっと待って、カウントアップ。いやでもここで15だね。遅くなるもんな、そこで。何か対策をしていかないといけない。もしこれマジで止まれるかな。一番安い200円ぐらいで売ってるのが一番買ってやすい。
マジか。そのなんか200円ぐらい取れるやつあるじゃん。あれが一番ですよ。何かなんか適当な感じがいいや。なんかこうあんまり根も細かくないし、根も細くないし。間に合わせようと思ってやると無理だよ。だカットとかも30分ぐらいでカット終わればいいかなって感じでやってると、もう本当に遅くなっちゃう。15分で終わりにしようと思ったら20分だから。あ、さっきのこの手の感じって多分ここがあんま手こずらなければ多分15分ちょいで終わっちゃう。
いやつやの前を少なく取っとくのが味噌か。熱く取っちゃうと前がどんどん熱くなっちゃう。サイドがちょっとこれ合わない。ここが合わない。サボった。
っと下、もうちょっと下、オッケーオッケーオッケー、そこでオンベース、そこでオンベースにしたの、オッケーオッケー、めんどくせえと思ってサボれないんですよ、バインディングは。難しいですよね。だから緊急取ってた方が結果的には早い。熱くなっちゃうと上手くて早いな。ベースの位置はないです。
まだあるよ時間、結構あるよ、まだ5分あるから。
ントアップ、カウントアップ。中間がけらしたら世界一ってやつだろう。何か違ったことを始めている。何か違ったことを始めているぞ。そうだね。いろんなとこからもらわない、もらわない、もらわない。もらわない、もらわない、もらわない。上を3分でバックだ、3分。ナイス巻き込み。
今ブロッキングで手こずったの。綺麗だね。巻き込むときにちょっと気になることが、まあ、これはもうちょっと今のやり方でやっちゃってるっちゃ言っちゃってる。どっちでもいい。俺は貼っつけてた方が楽だと思う。違う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 違出てきちゃうのね。
とダメ。このやり方だとちゃんとペーパーでちゃんとペーパーにしてやって、こうちゃんとペーパーでもそこにちゃんとしっかりそう貼り付けて、そこそこに挟む。でペーパーをここにくっつけて、全然最初多分10分だけ、10分だけちょっとフォーム変えたらちょっと最初やりづらいかもしれないけど、ちょっとそのやり方に慣れちゃえばそっちの方が絶対早い。なんか上のさ、こういうとこもさ、やりづらいじゃん、この辺とかも。はっつけちゃう。しっかりこう入れて、出しとけば、こうさ、こう。慣れれば長さの違う長結構出てくるんですよ。ボブのこの辺のバインディングってさ、こうカットされてるから長さすごい違うじゃん。縦巻きされると、そういうところとかもさっきの方がやりやすいはず。だけど慣れちゃえばこっちの方が絶対早いし、人工でそこまで毛先が厚いってことないんだよね。はっつかないとやっぱり毛先逃げちゃうとそこかかんないから、毛先逃がしてるとかだったらいいんだけど、偶然に逃げてるだけじゃん、さっきの偶然に逃げてかかんないと困るんで、だからしっかりペーパーを貼り付けて、ちゃんと直角に近い感じで毛の中に入ってもらう、その中に入ってもらってもらうと、3回ぐらい分けば治る、なれる。
丁寧さと大胆さです。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録を